こんにちは、えっちゃんです。今日は躁うつ病、双極性障害ですね、最近はそう呼びますが、そちらになって、10年以上経っているっていう動画を数年前に出したんですけれど、15年くらい経ちまして、中学校2年生の時からなんで、ちょうど15歳で今年30歳になるんで、約15年間ちょっと悩み続けていたのですが、双極性障害が治ったという動画ではあるんですが、治ったというのも、ちょっと難しくて、双極性障害が再発しなくなって2年経ちましたという動画になります。で、治らない病気って言われてる理由が、そもそも再発しやすいからなんですけど、私もこう1年以上再発しなかったみたいなことがずっとなかったんですけれど、ここ2年間再発しないで済んでいて、実質というか治ったと言ってもいいのかな、治った、一時的にもちろん治っていて、今後再発しなければもっといいよねっていう状況になれたので、それについて動画にしていきたいと思います。そして動画にすることで良かったこともね、こう悪かったこともいろいろあったんですけど、双極性障害を同じように持っている人が絶対にこう知っておいた方がいいことっていうのも、今回で分かったことがいろいろあったので共有できたらと思います。そもそも私はこう中学校2年生の時に、いじめだったりとか、こう家庭環境だったりとか、こう集団リンチにあったりとか、正直いろいろ、今となってはこうそういうのがあって、良きも悪きもあったんですが、そういう経験があったせいで思春期っていうのもあって、タイミング悪くそういう病気になってしまったんですけれど、そこから1回なってからがずっとこう憂鬱な、こう躁と鬱を繰り返すことがずっと多くて、で、当時の私はこう病院に通って、治らない病気だから仕方ないんだよって言われたんですよね。で、私も治らないからしょうがないって思ってたんですけど、何せすごく辛いんですよ、やっぱり鬱の時は。躁の時とか、その躁鬱が出てない時は特に問題なく日常生活できるんですけど、やっぱり鬱の時がどうしても辛くて、これ本当に一生続くんだったら結構しんどくないとは思ってたんですよね。とはいえ先生が治らないって言っていたから、10代20代前半の時の私はこうもちろん病気についていろいろ調べていた時とか、こう先生の話を、いろんな先生の話を聞いていく中で、でも治った人もいるよ、再発しなくなった人もいるよみたいなことを言っているのを聞いてはいたんですが、いや最初にね教えてくれた先生が治らないって言ってたから、みんな嘘つきじゃんみたいな気持ちにもなっていて、どうせ治んないんだろうなっていう、ちょっと諦めモードで、そういうこうネガティブな思考でずっと過ごしてたんですけど、やっぱりこう自分もいろんなこう人生の経験をしていった中で、このままだと自分の人生が辛いからどうにかしたいっていう気持ちが湧いてきて、ただどうしたらいいか分かんないよね。なんかこう鬱の時とかはもちろん病院に行くんだけど、躁の時とか普通の時は病院に行かないから、その時に何をしたらいいか分からなかったんだけど、ここの2年間は、病院も定期的に、3ヶ月とか半年に1回は必ず行って、こうどういう状況かとか、どういう風にしたら良くなったかみたいなのを先生にシェアしながらこう治療をしていったら、2年間再発しなくなったので、具体的に何をしたかっていうのも後半で話したいと思います。そもそも双極性障害、何が辛いか、こうちょっとね自分の辛かったことなので全く同じというわけではないと思うんですけど、私が何が一番辛かったかっていうと、もう第一は不眠、不眠症が本当に辛かった。躁の時も鬱の時も睡眠障害がひどくて、1時間おきに起きちゃうとか、全く寝れない日もあるとかで、結構体力も持たないし、寝てないとやっぱり脳もぼーっとしていたりとか、だんだん憂鬱な気持ちにこう自律神経が乱れてるのかなってくるんですよね。なんかそれが本当に辛かった。で、辛いのを無理やり寝るために薬、薬物治療をするわけですね。こう不眠症の眠剤みたいなものだったりとか、睡眠導入剤だったり、不安を抑える抗不安剤だったりとか、いろいろ摂取するんですよ。これね全部連動してるんですけど、ここが辛くて薬も辛くて、薬でねこう副作用とかで太るんですよ。太ることで
こう容姿へのコンプレックスが強くなってよりネガティブになってくる、どんどん憂鬱な気持ちになってくる、あ、また太った、過食になってきたりとか、その薬の副作用でちょっと太りやすくなったりとかもあって結構しんどかったです。この3つはもうダントツで本当にこう鬱の期間辛いことで、まあもちろんこれがこうなんだろう、外的な要因的な部分も多いんですけど、こう自分のこう気持ち的なところで言うと4つ目が人間不信的なところで、だんだんこう誰も信用できないとか、すぐ人を疑っちゃったりとか、もうネガティブな要素しかない状態になる。で5個目がこういういろいろ全部の要因があってなのか、自分でもわからないんだけれど突然死にたくなってしまうっていうのは正直あって、なんかこんなことを言うと本当にまあ世間で言うメンヘラだったりとか、こうは精神病の人だみたいに言われるのが怖いからあんまり言えないことだったけど、そう思ってしまうのも仕方ないことって思っているので、まあ今回はもう包み隠さず言うと、なんか本当に不意にこう急になんですよね。なんかこう電車に乗って通勤中とか、こう朝起きて朝ごはん食べてる時とか、こう夜ふと道を歩いている時、なんかお風呂に入ってる時とかに急に一人で何も考えていないっていうか、こう自分のことを考えてしまう瞬間に、あ、今死んだらこう辛くなくなるかなとか、本当に辛い時って辛い時の問題に頭がいっぱいで逃げ出したいとか死にたいってなるのももちろんなんですけど、何でもない時もちょっとそう思ってしまうことが多々あって、今思えばなんかそのこう軽度の鬱の状態だったのか、この4つの原因をもろもろで解決した後に来るんですよ。もちろんこれ解決してない時は辛くて死にたいなんですけど、そう辛い気持ちから逃げたいがためにそういう気持ちが急に湧いてきてしまう、突然とか無意識にこう駅のホームとかでこうあるじゃないですか、駅のホームって今二重にこう扉があるんですけど、ああいうのがないところとか結構怖くて、なんか吸い込まれる感じにふっ、結構その黄色い線からも離れてないとふって吸い込まれるような気持ちになったりとか、本当に人に迷惑をかけそうな思考になってくるんですよね。ただその時はなんかその周りに迷惑がかかるとかっていう考えに及ばないというか、まあきっと突然その襲ってくる感情に耐えられない人はこう悲しいことになってしまうだろうなっていうのはすごく思うけど、あれを耐えるのは結構大変だなとも思うので、一概にやめないとねとは言うけどできるものでもないなって正直ずっと思ってた。でこの感情もなんか自分で理解できてないから余計怖い感じもありました。まあそういう辛い気持ちが自体も辛いし、辛いんですよ、その全てが、全てにおいて。それがこう双極性障害のなんか負の連鎖みたいなところだったんですけど、もちろん今言ったように辛い時はお医者さんに行って、まずは一番最初に薬物療法を行ってもらいました。で薬物療法を行ってもらうことで睡眠障害だったりとか、こう摂食障害だったりとか、こう自律神経の乱れとか不安な気持ちを抑えるっていう療法を行ってもらって、それが落ち着いた時に、これまでは病院に行かなかったんですけど、まあいろいろね人生の転機があった中でこう人生を変えたいって本当に思って、何でもない鬱の状態じゃない時も病院に行くように変えて、そこで精神療法みたいなのをやってもらいました。まあ具体的には薬物療法を終わらせて、薬の依存をなくして精神的にメンタルをケアしていく、そういう精神療法をしてもらいました。具体的にどんなことをしたかっていうと、一つ目が認知療法。これは私的には一番なんかこう自分の人生が変わった、人生の考え方が変わったなと思える治療でした。
まあ、何かというと自分の考えとか行動パターンを分析して理解してそれを改善していく、まあ、とにかくネガティブ、全ての物事においてネガティブな思考だったんですよ。例えば仕事がうまくいかなかったら、もうなんでうまくいかなかったんだろう、私のせいだ、私があんなことしなければもっとこうすればよかったみたいな感じでどんどんネガティブになったり、友人だったり恋愛だったりとかしてもどうしてなんでみたいな、こうどんどんネガティブな方の思考になるけど、それをちょっと最初無理やりでもいいけど、こういや失敗したのはこの失敗の経験がないと次もまた同じ失敗を繰り返すし、この失敗を次しないためにはどういう風にしたらいいだろうみたいな、ちょっと前向きなポジティブな思考に変えていこうっていう方法、これは本当に良かったと思う。私は苦手だった、すごく。けどどうしても最初は口とか頭ではやってるんだけど心が追いついてなくて、結構口とか頭とかそこで物に書き出してみてもポジティブに書けるけど気持ちがモヤモヤしてはいた最初は。でもだんだんそこはなんかこう考え方を変えていこうに気持ちが追いついてきて良くなりました。なので今は全ての物事を一旦辛いことがあっても前向きに考える、無理やりでもいいから前向きに考えるようになった。で、二つ目が心理療法、まあ、つまりこの病気について理解すること、自分が正直自分でも理解が及んでない部分がたくさんあるし、今でもこうお医者さんでもわからないことがいっぱいある病気ではあるけど、自分が具体的に何が辛くてこの病気はどういうものなのかみたいなのをちゃんと理解しようっていう気持ちになって、ちゃんと教えてもらったり自分で理解したら、あ、今私がこういう状況になってるのはこの病気のこういう部分のせいなんだって思えて少し気持ちが楽になったし、なんでかわからないけど辛いっていうことが減った、いやそもそも原因があるから辛かったんだねって自分にこう納得させることができた。3つ目が作業療法なんですけど、これはだいぶ最初の方にやりました。ちょうどまあ2年前ぐらいですかね、2年ちょっと前とか、うん、にやっぱりすごい無気力になってしまった時もあって何もできないって思ったんですけど、もちろん10代とか躁鬱になりたての時は本当に何もできなくて、一日中天井を見つめて横になってて、もう寝もしないし食べもしないし何もしないみたいな、トイレに行くぐらい、水を飲んでトイレに行くぐらいしかできなかった時があったんですけど、そういう時も、まあ、うちの母親とかその時の先生が、まあ、少しでいいからできることから始めようで、外に出てみるから始めたりとか、ご飯を食べてみるから始めたり、できることから始めるっていうのを教えてくれて、もちろんやってたんですけど、それのもう一個ステップアップじゃないですけど、まあもう大人なのでこう自分がじゃあその時辛かったけど自分でできるのはどこからかな、じゃあ仕事も自分のチャンネルの撮影も週 1,2 本だったらできるかなとか、食事も、まあ、作るのは難しいけどじゃあコンビニに行って買うぐらいはしようとか、寝るのも難しいけどベッドで横になるだけでも違うんだったらなんか無駄に起きてないで横になろうとか、そういうできることから始める、仕事もできるところから、日常生活もできるところから、軽作業から始めていくっていうのをしました。だんだんもちろんできることが増えていくので、こう自分でもあ、ここまでできるようになったみたいな気持ちにだんだんなってくるんで、そこからあ、もっとこうしたいああしたいまで持っていけた時に自分はあ、調子がいいって思いました。4つ目は、まあ、集団療法の一つに入るんだろうなって思うのがこの発信すること。本当にこう数年前に動画出した時はそれを言うのも怖かったし、まあ、世の中にこんなにこう動画でコメントくれるくらい同じ悩みを持ってる人っていないと思ってたんですよ。それがあんなにいたっていうことを知った時に、あ、辛いの自分だけじゃなくてこんなに辛い人がいっぱい仲間みたいな気持ちになって、でこうすごく辛いですって書いてる人がいたり、自分もこう改善に努力したいと思うんで一緒に頑張りましょうって言ってくれる人がいたり、まあ昔そうだったけど治ってきましたよって、治らないことないですよって言ってくれる人がいたり、もういろんなコメントを見て気持ちが一人で考えてこう閉じこもってる感じじゃなくて、あ、みんなも頑張ってるしとか、こうポジティブな思考に変えられた時はこう
すごく力になりました。ということで、まあ本当にこう鬱の時には病院に行ってて薬物療法みたいなのはしてたんですけど、それだけだとやっぱりすっごい再発してたのかも。まああくまで予想の話なんですけど、私はやっぱりこう14歳から26、7歳ぐらいまではこう自分が落ち込んで鬱っぽい時にだけ病院に行って薬物療法で、躁の状態だったりとかこう落ち着いてる時は病院に行かなかった。で、躁の時も分かんないんですよね、自分が今普通なのか、病気の時なのか。だから治ってると思ってるんですよね、その時は。全然元気だよみたいな。で、寝ないで稼働しまくる。で、疲れて鬱になる。繰り返し。それをやっぱりこう普通の時も病院に行って、自分がどうやったらまた落ち込まないで済むかなとか、こう死にたいとか寝れないっていう、そういう負の気持ちの時に薬に逃げないで何かに依存、まあ恋愛だったりとかさ、薬だったりとかさ、まあギャンブルだったりとか、いろんな依存する先があるみたいなんですよ、やっぱりこういう病気の人って。ただ何かに依存するっていうことをなるべくしないように努力したり、あとは未来に希望が持てない気持ちになるんですけど、なるべく、それはちょっと今も私の課題ではあるんですけど、こう未来になるべく希望を持つ、期待できるように、自分に期待できるように努力する。現状私は努力するということしかできない状態ですけど、まあ期待をする、やりたいことを見つけるみたいなことが大事なことかもと思いました。じゃあ最後に具体的に、じゃあ自分自身、今はこうちょっと硬い言葉とかもあったと思うんですけど、具体的に私が日常生活で行ったこと、もう1個目はとにかく週に1回必ず運動をするとか、人と会う、フットサルだったりスカッシュだったり、まあジムでもいいんですけど、まあなるべく一人でやるものではないこう運動とかスポーツとかをちょっと無理していきました。正直運動音痴なんだけど、体を動かして汗をかく、そういうことをしてみる。で、まあもちろん自分一人でサウナ行ったりとかして汗かいてるんですけど、それとは全然違うなってやっぱり思うんですよ。それをしてみる。で、続いて食生活。まあもちろん鬱の時とかってちょっと食生活本当に乱れてたんですけど、普通の時ですらやっぱり良くなかったなと思って、栄養素を気にしてご飯を食べる、まあビタミンをちゃんと取るとか、鉄分も取るとか、やっぱり貧血気味だったんですけど、食生活すごい気にしたりとか、こうサプリとかももちろん飲んでるんですけど、気にすると体の調子は良くなるんで、やっぱり体調が悪いと気持ちも落ち込んでくるっていうところで言うと、すごく体調は良くなって健康的な体になってきたんで、この2つはすごく、まあ、体から調子を整えてメンタルも良くしていくっていう部分では良かったんじゃないかなって思ってます。3つ目は脱薬、要するに薬での薬物療法を完全になくせるように心がける。まあもちろん本当に辛い時は、あ、明日大事なことがあるのに全然寝れないとか、もう寝れなさすぎて辛い2日間を過ごした後とかは飲みますけど、まあ依存しない程度に、なるべくは当日に運動いっぱいしたりとか、頭使ったり、その私はね、謎解きとかを始めたんで、頭も疲れさせた方がよく寝れるってことに気づけたんで、こうスポーツをしたりとかジム行ったりとかして、頭もこうボードゲームだったりとか謎解きだったりとか、いろんなことで頭使って全部使い切ったらよく寝れるってことに気がつけたんで、そういう風にして寝れる環境を自分で作って薬に逃げないようにした。で、やっぱりこの薬やめたりとか、こう運動することによって、もちろん体型とかも整ってくるし、こうちょっとコンプレックスが改善されてくるんですよ。なので、まあ、コンプレックスの改善をすることで、こうネガティブな思考にの原因を減らした。もともと私はこうすごくルックスにコンプレックスがいっぱいあったんで、もちろん整形とかもしてるしだったけど、やっぱり痩せたりとか、こうメイクで頑張ったりとか、まあ時には整形をしたりとかして、まあコンプレックスの改善をした。これは私の中では自分に自信がつくことで気持ちが明るくなりました。で、5個目はもうとにかく発言を変える、無理やり、まあ、たまに私のツイッターとか見るとやたら前向きな明るい言葉が発信されていたり、私に実際会っている人だったりとか、
まあ、ファンの人でコミュニケーション取ってる人はわかると思いますが、ここ2、3年とかは私かなり前向きな言動が謎に多かったと思います。それは自分のこう考え方をそっちに持っていくために、まず発言から言葉から変えていこうっていうので、全ての物事に対して、何か辛いことがあったり嫌なことがあったりとか、失敗したとかネガティブな要因があったりとかしても、全て逆に良かったよねとか、ほんと些細なことでも、うわ今日雨じゃん、もう外出たくない、嫌だなっていうんじゃなくて、うわ今日雨じゃん、じゃあ可愛い傘買ったからそれ差しに行こう、それ差して外に出ようみたいな考えに変えたり、ご飯食べて、うわこのお店のご飯あんまり美味しくないなーっていうんじゃなくて、うわー初めて食べる味だねみたいな、新鮮みたいな、無理やりでもそうすることで、なんかちょっとこう心を持っていけたなって思って、今ではなんかこう発言も考え方もかなり明るく捉えられることが多くて、逆にネガティブに考えてるときは、今私ネガティブだったって気がつけるようになったので、そういうところから変えました。はい、ということで、まあそんな感じでね、まあ個々のことを気をつけたりしてたんですけど、まああとはもう何よりも一番かもしれない、今5個言ったけど、一番は環境を変える。まあ私の場合は自営業なので、仕事で人と関わることは少ないから、こう身を守ることができてますけど、やっぱり会社での環境が悪いから意地悪な上司がいるとか、同僚とうまくいかないとか、なんかいろんな原因があったりとか、学校でもそうですね、学校とかの環境が悪いとか、そういうのを、まあ、すぐには変えられないかもしれないけど、クラス替えだったりとか、部署移動だったりとか、転職、そして、まあ、本当にひどい時は転校してもいいのも、学校も転校してもいいと思うし、進学の時にその嫌な人たちから離れる方向に行くとか、まあ、とにかく自分の環境を変える。まあ、家庭が調子良くなかったら本当に一人暮らしするように努力するとか、そういう風に環境を変えることが一番大事かもしれないですね。私もやっぱりこう環境を変えたりとか、関わる人間を変えてみたらすごく気持ちが楽になったし、悩みの種がすごく減りました。何よりもそれが一番ね、こう効果的だったかもしれないです。まあ正直なところ、まあ治ったという動画で言うのもちょっとあれなんですけれど、一時的に治ったということなので、やっぱりいつか再発するかもっていう不安はつきまとってはいますけど、現状2年間ね、約2年間こんなに大丈夫だったんだったら、もうあとは再発防止に努力するしかないかなと思ってます。まあ、この動画を見ている人で双極性障害の方で、まあ、今現在悩んでる人は、今は辛くていいから落ち着いた時にもう一回この動画を見てほしいと思うし、もう辛い時は辛いって言っていいし、しょうがないもん、辛いもんは辛いし、もう全部やん、何にもしなくていい、その時はもう全てのものから逃げていいし、何もしなくていいけど、落ち着いた時に少し努力できることを努力してみるのがいいと思うし、双極性障害の人が身近にいる人はもちろんすぐには治らない、だって15年かかったもん、そういう病気だっていうことを理解してほしくて、その家族だったりとか友達だったりとかパートナーがもし双極性障害だったら、一生付き合う気持ちだけど、こう努力すれば良くなるっていうのをサポートしてあげられる心の余裕があればしてほしいなと思います。ということで、何か誰かのためになったり、私自身がちょっとまた辛い気持ちになった時にこの動画を見返していこうと思いますので、ためになったらいいなと思います。長くなりましたが、今後も再発防止に努めます。では皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。